昔昔その昔、大宇の村にもあったとさ。誰も知らない物語、今日も楽しく語ります。お伊勢参り。昔昔はよ、衣ヶ浦は大宇村のすぐ南のぐろの方まで広がっとったんだわな、もう。現在の場所で言うとよ、ちょうど鬼怒浦大橋のところだがね、海岸には緑の深い森に囲まれた岬があってよ、そこからは海を隔てた三河の球磨村が眺められとったんだわ。球磨村の海辺には枝を四方に伸ばしたどえりゃあ大きな松があってよ、枝の風に揺れる音がまあ岬の方まで聞こえてきやした。ここを訪れた村人は美しい音は何の音かチートニア聞いとると、ことを弾いとる音見てあらぎゃ、ほんだで、ほうだがね、ことを弾き待つだがね、などと言っとれやした。岬の北には立派な山門を持つ延命寺があってよ。寺の南はすぐ吹きゃ入りになっとって、そこに船着き場があったんだげな。その頃は、多くの人や物を運ぶには、よう観光したら陸上より海上の方がはるかに有利だったもんで、下半島の村々には行さんの船があったんだわ。そこで大宇村に住むお金持ちの太郎左衛門という人も、人頭丸という決してぼっさい船ではなく、強くて大きくて、まあおみやさん、絶対に怖けえせんような立派な船を作りやした。ほんだで、太郎左衛門は吉日を選んで人頭丸の初乗りのお祝いとして、大宇村の村人をなんとタダで船に乗せて、お伊勢参りをお祝いとして、大宇村の村人をなんとただでまあ船に乗せてお伊勢参りをすることにしやした。一生に一回はお伊勢参りをしてやしてやと願っとった村人たちは寒かったけどよ、それはそれは大喜びで参加しやしただ。村人を乗せた人頭丸は延命寺の南を、太郎座太郎座の太郎座様が人頭にほっかけて延命寺したから、こぎだせこぎだせと歌い囃しながら、当時としては遅ぎゃ海を往生こいて船出していったんだわな。もう船は衣ヶ浦から三河湾を通って伊勢湾を横切り、船を動かしてアンビアよお伊勢山に着くことができやした。村人たちはこうして念願のお伊勢山の内宮と外宮にやっとのことでお目やりすることができたんだわな。もう何村の人たちはよ、村中安全や家内安全のためにお伊勢さんのお札を受けたほかに、有名な赤福餅を土産にしよみや。わしは生姜とおかおみやかな。
なんだかしゃんが万病によく効くという万金丹をかおまい。などと言って、わずかばかりの小遣いの中から、家族への土産物をみんなが買いあした。ええじゃないか、ええじゃないか、一世の名物、赤福餅はええじゃないか。なんて歌っとったかどうかは知らんけどよ。その時よ、村役の人が、あ、そうだぎゃ、お伊勢さんの松にはよ、神さんのおかげがいっぺんあると言われとるでよ、それを石ヶ瀬川の堤防に植えたらどうでやも、と言い出しゃした。その頃、江端の割木山近くの石ヶ瀬川の堤防がなんだ知らんけど、時々大水のたんびに切れて、めっちゃんこわいになってまって、毎年田んぼがどえり荒らされて、みんなが往生こいとったんだがや。そこで、早速お伊勢さんの小さな松を五六本譲り受け、まあ、もうやこにしよめや、とみんなで、言っとったんだわ。村人たちは、まいっぺん、人頭丸に乗って帰ろみゃ、と言って、太郎座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 の太郎座様が、などとまた歌いながら、大府村を目指して漕ぎ出して、無事に、大府村へ帰り着きました。早速、譲り受けてきた寺出味な松をきちんと回しをしてから、みんなでちゃっと石ヶ瀬川の堤防に植えやした。それからその後も、神道丸にある伊勢参りは、毎一遍毎一遍と毎年続けられてよ。太郎左衛門は村の人々からどえりゃ感謝されたということだわな。